はい、マジックファニー初心者無料講座です。今日はカードの分け方について、これをまあ説明したいと思います。カードマジックやるにあたって結構カードを分ける、あとセットアップするときに分ける、いろんな分け方があると思うんですけど、例えば簡単に言うと赤と青と分ける、上下に分けていきます。赤が下、黒が上と早く分けることができます。で、上下2つに分けたらそれを取れば取ることができます。これを続けて今度はスペードとクラブを開けていきます。ジョーカーは上に上げておきましょうか。スペードに上げておきますね。クラブ、スペード、スペード、クラブ、クラブ、クラブ、スペード、クラブ。じゃあハートも上に、ハート、ダイヤ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 。はい、こうするとスペードとハートとクラブとダイヤ、すべて開けることができます。今日はカードの分け方について説明しました。